ほら山ボタン、ここ入ろ。よっしゃー、一番手で食えたぜ。山ボタンめっちゃうめえ、めっちゃうまそうじゃなかったですか。バカうまいんすよ。なんかね、低温調理でやってるみたいだもんで、めちゃくちゃ柔らかいんすよ。よくみんなさ、ほんとこれじゃハワイいらないって言うけど、まさにそれ。むしろね、下ベラもいらないですよ。下ベラもいらないですよ。とりあえず食ったのがロースとヒレ定食、3500円でした。税込みね。どうすか、高いと思います？高いね。だけどね、高いけども食えば納得できますよ。で、定食食ったんだけど、ソースカツ丼もありまして、以前俺来た時にソースカツ丼食べたんだけど、その時もね、うまさに感動したんだけど、今日の定食食ったらね、本当に感動しました。だからね、ここね、最低2回は来てほしい。定食とね、ソースカツ丼をね、食べてほしいな。ばっかうめえ。段取り通り1番手で食えたんで、もう今11時49分か。一発目で食べてね、もう動けますよ。最高の段取りってことで、このままね、ちょっと諏訪湖を半周してビーナスラインの方行こうかな。あー気持ちいい、もう気持ちいい。あー綺麗だな、本当に。だけど本当ね、今梅雨時なんですけど、めっちゃいいタイミングで来れてね、最高。やっぱね、みんな今日がチャンスってことで、ライダーさんたちもね、結構いると思いますよ。めっちゃ気持ちいい。で、ここ行くと、左行くと霧ヶ峰なんですけど、今日はちょっと上行かないんで、一回まっすぐ行きます。だもんでね、ここのね、霧ヶ峰から白樺、ちょっとね、往復してみます、今日ね。めっちゃ綺麗。あー、涼しいしね、気持ちいいな。めっちゃ気持ちいい。あー皆さんいいですね、やっぱ来るっしょツーリング。あ、富士山見える、あそこに。ほらめっちゃ富士山見えるぞ。こっから富士山も見えるんだ。あー確かに向こうに富士見なんとかってあるもんね。あー涼しいし気持ちいいな。ビーナスライン 1700m です。ほら今日は車バイク少なめなのかな。でも今12時半なんで、ちょっと少なめ、昼時だもんでね、少なめな気がします。めっちゃ気持ちいい。ほんとね、朝のね、こっちまで来る時のクソ天気がね、嘘かのようなこの天気、めっちゃ気持ちいい。しかもね、めっちゃ空いてる。気持ちいい。これがビーナスラインですよ。文句ないっしょ、これ。あんまり後ろからも車バイク来ないし、これはのんびり走れるよ。あー、いいね。めっちゃ気持ちいい。ハイキングしてるね。もうほんとね、俺はね、ここのね、霧ヶ峰から白樺の間だけでもね、ほんと満足するんで。おっと、こんなとこにバイク置いてると危ねえぞ。まあ写真も大事だけどね、わかるぞ、気持ちはわかるけどもだね。けどもこの景色最高。これ、あそこさっき通ってきた道なんですよ。めっちゃ綺麗じゃない。
さすがこれはなんとか線の道だよ。文句ないっしょ。あーこれここ超気持ちいい。ほら雲の上から富士山めっちゃ綺麗。もうね各駅停車でね止まって写真撮りたいレベルだね。ここめっちゃ綺麗っすよ。あー綺麗、もうほんと綺麗しか言わないね。よくさ他の人の動画見てて、あー綺麗、めっちゃ綺麗、みんなも多分同じこと言ってるけどほんと綺麗ですねって言うと思うじゃないですか。俺もそんな同じこと言ってることを同じこと言っちゃうよ。まあ一言で言うと最高ですって感じだよ。うん、あソフトクリームいいな。で奥津直のソフトクリームを狙ってるんだけど、立品エリアの方に道の駅があって、そこにねなかなかねイケてるソフトクリームがあるみたいで、そこちょっと自分狙ってるんでね、ちょっとここらではソフトクリームはちょっとね控えようかなと思うんで、まあまあなんだかんだね白樺の方から U ターンかましてねまた行ってるんだけど、お前何してるんだよってね夕方いるかと思いますけど、あくまでも今日はソロツーリングなんで誰にも迷惑かけないんでね、全然行きたい放題ですよ。めっちゃ気持ちいい。ほらここら辺からねまたね開けてねクソ綺麗になるんですよね。めっちゃ綺麗。最高です。いいですね、ライダーの聖地ヴェリーナスライン。ちょっとね日陰になってきてちょっと肌寒いですけど、もう最高。ほらここここがねもう見せ場じゃない。めっちゃ綺麗。最高。本当にねもう最高しか出てこないですね。本当 I'm the king of the world って感じだね。知ってます、ジャック・ドーソン、タイタニックのねチャララララつって、なんかタイタニック好きだな前から。もう言うことはないっすよ。もう今日はね本当朝からさ最高の朝飯食って、で昼もは最高、昼は最高のねとんかつ食ってさ、でその後に最高の道でしょ。もう言うことないっしょ。もうこれで俺はね安心してね梅雨を迎えられるっすよ。いやーマジいいね、本当に気持ち良すぎる。であそこからさっき上がってきたんだよね。ちょっと一回ねあそこで U ターンしようかな。よっしゃー、休憩が終わりましたんでちょっと行こうかな。やっぱすごいねバイクの聖地だけあって、ほんとここにいるだけで目の保養になりますよ。よし行きますよ。めっちゃバイクがいますね。よしこれで立品の方に行きたいんでそのまま行きますね。今日いないな。よくねここにねおまわりさんいるんですよ。今日はいませんね。っていうより肌寒いで、ここさっき通ったからねちょっとここまたカットしますけど、そのままね立品の方に下ってきます。道の駅とかも結構バイク集まるんですけど、なんかねちょいちょいハーレーの数が結構減ってきてる気がするんですけど、気のせいですかね。なんかめっちゃ川崎とかはね、ああいうネイキッド系がねすげえ多い気がするんだけど、なんかハーレー行けてないのかな最近。
まあそこら辺はね、自分の価値観だったり、まあ流行りっていうのもあるんですけど、なんかね、そんな見ないですね。以前だったらさ、ね、結構マス通とかもそうなんだけど、ほんとこういうとこ走ってるさ、バカスコバカスコね、ハーレー軍団が現れたりするんだけど、ほんと前から比べるとめっちゃ少ない気がします。まあまあなんだかんだ俺もね、ロードグライドをこれ3台目2台乗り継いで、こちらが3台目だもんで、まあハーレーが好きっていうのはあるんだけど、ロードグライドが好きっていう方がでかいですね。で正直ね、正直ね他のハーレー乗れって言われたら、そうでもないなって感じするんですよ。そうそう、まあ自分の価値観だもんで、まあそのぐらいロードグライドはすごい気に入ってるってことなんですけどね。でこの ST もさ、今ちょっとねふと振り返ったら、今年ね一回もカスタムしてないんですよ。まあ別にね、年に一回カスタムしろとかそういうノルマはないんですけど、ね、気に入ってればさ、そのまま乗ってれば別にね全然問題ないと思うんですけどね。まあ目的は走りなんで、目的がカスタムになっちゃうとね、どうしても自分の形にねコンプリートしちゃった後に本当は飽きるんですよ。そうそうそう、飽きる自信があるだもんで、気に入ってるうちはね、まあ現状維持で乗ってるんですけど、でちょっとね最近ね、カスタムなのかな、自分への挑戦でねちょっと考えてることあるんで、もしまた気になる方いたらね、またチェックの方お願いします。あで話してる間にヴィーナスライン立科湖道の駅着きました。ちょっとここヨーロソフトクリームって感じ。お、なんかここ激戦区だね。めっちゃ車もいるしバイクもいるし、バイク、あそこバイク止めれない、バイク止めれません、バイク止めれないんで、ちょっとうまいとこないかな、止めるとこ。あそういうことね、立科湖っていう湖が裏にあるんだ。やばいね、今日これで湖3個目っす。諏訪湖、白樺湖、立科湖、やばいね、エンジョイしてますよ。ちょっと置くとこないんで、ちょっと特例でこっち止めさせてください。特例で止めさせてください。よし、勘弁して、努力はしましたから。よっしゃー、念願のね立科アイスを食べれましたんで、今日はね満足りました。立科アイスめっちゃいいですよ。なんかねメニューがいろいろあって、自分が食べたのは牛乳はソフトクリームの蜂蜜がけみたいなやつかな。めっちゃうまかった、生き返ったね、最高です。ヴィーナスライン立科湖道の駅最高です。よし、お口直しのソフトクリームも食べれたんで、もう今日のねミッションは全てクリアです。なんだかんだ中央自動車道の小淵沢、そこからね高速乗っちゃいました。でね、今は藤枝岡部に帰ってきたってわけですよ。今日はね朝雨の中4時半にね家を出発しまして、長野のまあヴィーナスラインとあと諏訪エリアをねちょっとうろうろしました。なかなかね、どんぐらいかな、往復で400-450キロかな。まあまあ日帰りなんでね、そんなもんかなって感じですよ。でまあこれからね梅雨に入るんで、まあ出かけたりするのがねあんまりできないかもしれませんが、また隙あらばね動画撮ってきますんで、また気になる方いましたらね、また一ついつも通りよろしくお願いします。